ありがとうございます。ジムニティ代表の岩瀬です。今日はですね、全日本2週間前ということもあり市議会です。ここから寝癖直して歯磨いてちょっとご飯食べて迎えたいと思います。頑張ってきます。から家を出て体育館に向かいたいと思います。家の目の前がね、公園なんですけど、子供がたくさん遊んでて今日も平和。あ、やべ、マスク忘れた。あぶね、家でマスクを忘れるところでした。というより忘れてました。よいしょ。それじゃ行ってきます。目的地に着きました。ここから少し歩いて体育館という感じです。ここが順大名物獣道です。結構いろんな人のストーリーに載ってるんですけど、捻挫スポットと言われるような場所でもあるので、皆さんくれぐれも通るときは気をつけてください。私も5回ぐらいは捻挫したことがねあります。もう地面に足の甲がついて、僕の方に足の裏がこんにちはって感じで向いちゃう感じの捻挫を結構痛いのでマジで気をつけてください。段差をね、降りるときとか登るときとかは慎重にお願いします。アルコール消毒と検温ですね。 35.6 度でした。バッチシ。今日は早山孤立で頑張りたいと思います。先日の YouTube の方でも、肘を怪我したとのことだったんですけど、その怪我がですね、未だ種目によってはまだ痛いので、毎日肘を固定するためにテーピングを巻いてます。コン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 っていうのはマス数を測ってるんですよね。その貼りたい場所に適した長さをといった感じで、だいたいそうですね、1回のテーピングを巻くのに 4×3 12個でしょ。で、あとだいたい 4×2 8
で6と7なんで13、33マスぐらい使ってますかね、テーピング。だいたい1マス5センチぐらいのテーピングを33マスぐらい使って肘を固定してます。まあ、まだだいぶ怪我してから2ヶ月ぐらいは経ってるんですけど、まあ、まだちょっと技や種目によっては痛いといった感じなので、まあ、少しでもそういうふうに固定して怪我のないようにっていうか再発のないように徹底してます。ネシオを使ってのテーピングはこれで巻き終わりました。しかしですね、まだ釣り輪という種目がですねすごく肘が痛くてですね、釣り輪をやる際のみさらにこの上から白いテーピングを使ってですね、このような形で肘をさらに固定しています。